どうも IMP でーす。突然ですが、はい、IMP のみんな、はい、僕たちの目標は何ですか？世界取ることです。そう、すごい、世界を取ることです。今後ね、世界での活躍を見据えて、はいはい、今回はこんなことをやろうと思います。何ですか？題して、英語以心伝心ゲーム。なんか難しそうだぞ。ちょっとピンときてない人もいるでしょう。さあ、ルールを説明しましょう。はい、これから英語の録音声で質問が流れます。はいはい、で、それを聞いてメンバーみんなで答えを合わせられるのか、これに挑戦していこうかな。なるほどね。むずそう。今後ね、僕このクルージングを筆頭にこれからリリースしていく上で、はい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 、もしかしたらちょっと海外の方の質問を受ける可能性って、まあ、ありましたね。絶対あると思うんですよ、うん、そうなった時に答えられる皆さん自信はありますか？いや、ない。今のところはちょっと、ないな。今回は、まあ、ちょっとこれを機にね、うん、ちょっと英語に触れていこうかと。なるほど、ね、ゲームを通じて。なるほどね。みんな英語の試験受ける人たちが出ました。じゃあ早速第1問目はこちらです。What is the title of your debut song? Yeah! Yeah, yeah, yeah! Okay, okay, okay! Okay, I know! Thank you, thank you! Let's go! It's question! Very, very easy! Very, very easy! 正直、もうここさえ聞こえてればそうっていう気はしたけど。 Okay, okay! Okay! Very easy! I understand! じゃあ皆さん、周りの人にね、見えないように書きながら大きく書いてくださいね。じゃあ皆さん、はい、はい、出揃いましたね。はい、行きますよ。それでは回答オープン。ダダン、じゃん、じゃん。クルージン、クルージン、クルージン、なぜその子供にデビュー曲を聴かせた？宇宙、クルージン、クルージン、まあ、そういうことか。うわぁ、ヒョコは何だと思ってようとしてる。いや、俺はで、そのWhere is って聞こえたの。はいはいはい、Where is ってなんかどこみたいな意味じゃん、多分。で、最後が Sun って聞こえたの。だから、太陽どこにあんの？宇宙でしょ？めっちゃそっから自分で広げたな。いや、本当に、え？ソングかでも最後だから。そう。ってことか。そうなんですよね。だから、うわぁ。マジか。いや、もうそれよりも問題児ですよ。すごいよ。うん、なぜその子供にデビュー曲を聴かせた？なんか、What が聞こえて、うんうん、What なぜじゃん、うん、What は何まず違うんだけど、で、チャイルド、あ、まあ、チャイルドが聞こえたんだね。子供だな、うん、チャイルドって子供ってイメージがあるから、うん、で、デビューソング聞こえたから、おー、なぜその子供にデビュー曲を聴かせた？問題視したってこと？質問に質問返してる。聞かれて、もう一回同じこと聞いたってこと？だってこれ答えを書くやつだからね。企画だよ、うん、あ、言ってたのを和訳するんじゃなくて違います。できてないし、質問に対する答え答え、あ、会話しなきゃいけないのか。そうです、そういうことです。オッケーオッケーオッケー、理解した？オッケーオッケー。まあまあ、これはもう、じゃあ正解は、ちなみに What is the title of your debut song? あー、もうタイトルですよ。いや、なんだよ。まあ、最初のちょっと悪いタイトルところはちょっと難しかったなって思ったんだけど、最後の多分デビューソングで、そうだね、全然聞こえなかったわ。もういけたんじゃない、うん、だってタクが答えられるわけない。そうですよ。でもいいね。むずなんか。嬉しいね。宇宙。宇宙だけだから回答ロマンになってんだけど。デビュー曲宇宙。やばいって。これ答えたかったわ。気を取り直して、はい、次の問題に行きましょう。どうぞ、はい、What is your group's image color? はい、OK です。え、わかりましたか皆さん。書いてください、どうぞ。お、ちょっと筆が進んでる人と止まってる人で分かれてますね。いや、これ…あ、分かった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 。じゃあ、一斉に回答を発表しましょう、はい、どうぞ。全然、あー、そっちか。まずこっちからいきますね。マゼンタと、ブラック、まあ、黒。はいはい、僕も一緒です。そしてマゼンタと黒、はい、はい、黒とマゼンタピンク。
ショッキングピンク。ショッキングピンク。あのマゼンタピンク。マゼンタピンク。7月14日。やば。まずは日本一。うん、まずは日本一。いやいや、インフンでる?7月14日、まずは日本一って。いや、俺ね、なんて聞こえたかっていうと、あなたたちのグループはまずどこでトップを取るためにチャレンジしますかって聞こえたの。聞こえたんだ。そう。え、聞こえた。Where?いつ、どこ、どこで Where? どこでで、最後チャレンジって聞こえたのよ、うん、あそう、だからまずは日本一になること、うん、分かんない部分を想像で補ったわけだ。そう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 、まあ、分かりますよ、気持ちは、うん、問題は隣ですよ。マジで恥ずい。7月14日。なんならちょっと自信ありげだった。いや、なかったなかった、なかった。全く分かんなくて、うん、なんかその最後のなんかチャレンジ聞こえたのよ。チャレンジ聞こえたよね。チャレンジ聞こえたよね。チャレンジ聞こえたよ。聞こえたよね。なんか俺たちがなんかチャレンジ始めたのいつみたいな、この IMP が始まったのいつみたいな風に聞かれてるのかなと思ってこの日なんですけど、違いますね、これはもう。恥ずかしいからって恥ずかしい恥ずかしい引っ込めないでください。正解はWhat is your group's image color? はいはいはい、ということで、あなたたちのグループのイメージカラーは何ですか、はいはい、そう、正解はマゼンタとブラック。はい、そうですね。というわけで、マゼンタとブラックを描いてたこの3人が正解かな。うわ、悔しい。うわ。いや、俺ね、意味は理解してた。意味は理解してたんだよな。バッキーのはちょっと惜しかったね。ただ俺クルージンに寄せちゃった。はいはい、クルージンの宣伝でカラー何って言ったら衣装とかの色合いとかで、まず、まあ、確かにピンクだもんね。一言で喋ろうと思って。マゼンタピンク。続いての問題はこちらです。What is the group's weapon? はい。OK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  わかる。え？ちなみに皆さんこれに関して言いますとですね。まあヒントではないですけど、言っちゃうヒント。いや、まあやっぱみんなでその以心伝心ゲームっていうことを忘れずに、あ多少の表現の違いはありだとしても。確かに。じゃあいいですか皆さん。はい、よし。それでは回答オープン。来い。でーん。あーあー、はいはいはい、分かんなかった俺。リーダーからいきますね。ダンス、ダンスでバキバキダンス、ピンキー、いいえ何も起きてません。ダンスパフォーマンス、はい、これ何で書いてあるの。世界で活躍、世界で活躍揃っているダンス。いやさあ、俺リーダー、ガチャ、モッティはこれは揃ってる。揃ってるね。OK にしましょう。揃ってます、これは揃ってます、はいはいはい、ちょっとん、いいえ何も起きていませんって、そのなんか英語の日本語の、うん、日本語の英語の答え方みたいな。いや、なんか分かんないんだけど、なんか What's group the happen って聞こえたの、うん、happen って何が起きたみたいな、そのグループで何が起きたんですかっていう感じで、なんか迫られたから。迫られてないよ。圧かけられたってこと。いや、もう、いや、平和ですって何も起きてません。 YouTube です。どうしたと。どうした、どうした、お前。あなたがどうしたんですか。ああ、なるほどね。ちょっと気になる答え、ピンキー。いやミスったね。なんて聞かれたと思ったの。 What is the group のファンネームって聞こえた、俺は。ああ、なるほどね。ファンネームなんですかって聞かれたから、ピンキーじゃんって思ったんだけど、表現がいろいろとか言われたあたりから不安になってきたけど、もう聞けないじゃん。ああ、そっからもう、もう一回言葉がもう思い出せなくて。なるほどね。さあ、そして見ろと難しいんだけど、いや、What is group name が分かんなくて、うん、いや、ドリームかと、うん、ああ、なるほどね。で、予想で言っちゃった俺は。分かんなかった、なんて言ったの、うん、なんて言ってたんだ。じゃあ、これが何という質問だったかと言いますと、ほら、うん、ほら、俺も同じだ。 What is group the weaponという意味で、グループの武器は何ですか。いや、わかる、ウェポンか、わかるわ。ヨコはやっぱウェポンまでちゃんと聞き取れた。聞き取れた、聞き取れた。え、二人はどうだったの。聞き取れた。ウェポン、ウェポン武器だな。ウェポンでも分かったよね。ちょっとなんかリーダー顔どうした。あの、ウェポンとは聞こえなかった。ハプンって聞こえた。でも、でもね、でも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 、グループの特技は何ですかみたいな、グループのなんかその特徴って何ですかっていう意味かなって。あ、なるほど。俺の頭脳でハプンで多分いろいろあるんだわ。あ、でも会話は成立してるもんね。そう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 、奇跡が起きたわけだ。奇跡が起きたね。続いての質問です、どうぞ。 Who is the funniest person in the group? あー、 OK OK I know。
OK, OK. はい、ガーリー。これはもうね。まあ、これはもうそうでしょう。そうですよ。じゃあ、それでは、皆さんの回答オープン。ドルン。つばくん、つばくん、つばくん。はい、つばくんが面白いです。つばき、影山くん、バッキー。あーあーあーみなと、なんていう質問だと思ったの？面白いような人、面白い人みたいな。俺たち、イッツミーって書いたのよ。でも、一心伝心だから、イッツミーってみんな自分になっちゃうじゃん。そうそう、だから、つばき大河にして。なるほどね。いや、惜しかったよ。嬉しいな、若い企画。いいな。いいな。面白いと思ってないってことだよね。バッキーのことはおもろいと思ってないよって。マジでごめん。いや、これいけんかな。マジでごめん。マジでごめん。でも、めっちゃ気持ちわかるわ。さあ、それでは次の問題です。どうぞ。 What is Yokohara's weakness? はい、これマジ一心伝心ゲーム。なんだ。一番最初にパッて思い浮かべたものを書こう。ちょっと自分を信じよう。さあ、はい、皆さん、はいはい、一斉に回答を。わかんない。デレン。わかんない。あれ？あれ？あれ？待ってやばい。あれ？え？え？待って待って待って。え？え待って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 。顔。少し食べ過ぎたかもしれません。うん、太ってる、ゲーム、恐怖系。なんて言ってたんだ。これ待って待って。三人揃ってるから、三人はまず何だと思った？俺は。横原のいいところは、そう、新たの回答がさ、ずっとさ、日本の英語の教科書の例文みたいな、和訳みたいな、うん、なんかワットでなぜが来て、まずワットはなぜじゃないです、ワイです。まず違います。で、ウェイトって聞こえたのよ。で、重さじゃん。だから、なんとなく少し食べ過ぎたかもしれません。なるほどね。ちなみに、ミナトは何だろう。いや、なんかその、ヨコピの、なんかこう、いいところなのか、ウィーク系が聞こえたから、週末みたいな、何してんのって意味で、あ、ゲームなのかなっていう。なるほどね。はいはいはい。わかんないけど。そしてヨコは、俺もウィークって聞こえて、ウィークポイントってだってさ、欠点ってことでしょ。そうそう。だから俺は太ってるにしたのよ。あ、そんな問題出されたら嫌じゃねえか。だから俺いじられてんだなって思ったけど、俺もおかしいなって思いながら書いたの。これはなんか俺逆にちょっと自信なくなってきたんだけど、モッティなんだっけ。俺は恐怖か。 What is the weakness the point? そう、ウィークネス、横原ず weakness point みたいな、そうそうそうって感じ聞こえたから、横の苦手なものは何ですかって。なるほどね。そうなんだ。ウィークネスってそうなんだ。なるほど。あ、やっぱワトリーズ横原弱点なんだ。弱点か。欠点かと思ったわ。違うよ。弱点か。モッティすごい。横原の弱点なんですか。顔がやばい。やばいです。おめえ。それはしょうがない。怒られてもしょうがない。声高かかり。ラストの問題です。どうぞ。How do you see yourself in 10 years from now? さあ、これはなかなか難しいと思います。もう見当もつかないんだけど。これは、俺は信じてます。お、リーダー信じてる。信じてます。7人が揃うことを。はい。これ一心伝心したいな。これしかないよ。分かち合いたい。じゃあ、ラストの問題ですよ。はい、はい、回答オープン。デレン。まず僕が、ずっと仲良く IMP7 人で、はい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 、そして世界の方々に IMP を知ってもらう、はい、世界一のアイドル、はい、トップアイドル、アーティスト、そしてもっと人気になって世界中に知られている、はい、世界のトップ、はい、トップガールド、ピンク。なんか人が毛色が違う。なんか素敵なんだけどね。ああ、うん、ちなみに何て聞かれたと思ったの？あなたたち IMP はなぜ今頑張れてるんですかって思ったんだ。はい、いや、そのピンキーがいてくださるおかげで頑張れてますっていう。ファンの皆様がね、はい、支えられて。はいはいはい。さあ、他の人たちは何て聞こえました？横とか。なんか10 years って聞こえたのよ。だから10年後、
君らどうなってんねんみたいな話だと思って、俺は世界一のアイドルっていうことだったんだけど、まあ、でもなんかまあみんな思いとしてはいいけどな。じゃあこの英語が一体何という質問だったのかと言いますと、正解はこちら。10年後の自分たちはどんな風になってると思いますか。 How do you see yourself in 10 years from now? From now って言ってたの。なるほどね。うわ、なるほどね。俺10年後ピンキーになってる。一人だけ。一人だけ。好きすぎて応援しちゃってる。ピンキーの応援団長やるわじゃあ。そう。IUP 兼ピンキー応援団長。まさかのね。